次戦の対戦相手が注目される。スーパーバンタム級4団体統一王者モンスター井上尚弥選手。当初最有力候補として登場したのはオーストラリアからの刺客サム・グッドマン選手でした。しかし彼はルイス・ネリ戦後のリングに上がりながらも9月の対戦を拒否しましたよね。そんな中、最近になってグッドマン選手は再びモンスターへ挑戦する意思を表明し、ボクシング界を騒がせています。というわけで今回はこちらの話題について触れていきましょう。ぜひ最後までお付き合いくださいね。7月10日、10日にオーストラリアで開催された世界スーパーバンタム級12回戦、そのリングに上がったのは IBF&WBO 同級1位のグッドマン選手と WBC 同級8位のチャイノイ・ウォラウト選手でした。結果は3対0の判定でグッドマン選手の勝利に終わり、彼はこれでデビュー19連勝となりました。しかしグッドマン選手はこの一戦で左手を骨折、さらには KO 勝ちを収められなかったことで悲願であっただとモンスターに向けやや不安の残る結果となってしまったのです。判定内容以上の苦戦を余儀なくされ、距離を保ちながらワンツーとカウンターの左フックを叩き込んだグッドマン選手でしたが、ウォラウト選手のカウンターを被弾する場面も少なくなかったといいます。米専門メディアボクシングシーン .com はグッドマン選手がこの試合で左手を骨折したと報道。記事ではこれが日本の象徴である直屋井上との試合にどのような影響をもたらすかはわからないとした上で、井上選手がグッドマン選手の前に別の選手と対戦する可能性がより高まったと指摘します。同メディアは試合の評価について、グッドマンの最新の試合は良い試合だったとし、基本的にはグッドマン優勢で試合が進んだと評価。ただおそらく彼が予定していたよりも少し負担が大きかった。ビジターは第8ラウンドでギアを上げて互角の戦いを繰り広げたと書書で思った展開にならなかったことも表現しました。また地元日刊紙ハードさんはグッドマンの賭けは失敗に終わったと指摘、左手を骨折し危うく直屋井上とのタイトルマッチも破綻するところだったとダメージも負った試合内容を酷評します。さらにオーストラリアのスポーツ専門メディアワイドワールドスポーツは、井上との試合を前にリスクを冒したグッドマンの決断は実を結んだと勝利という結果を称賛した上で、代償は大きいものになった、さらに地球上で最強と目される井上のようなファイターを相手にするにはもっと良い戦い方をする必要もあると負傷と試合内容を辛辣に指摘したのでした。 X 上ではグッドマンの骨折を知った日本ファンから、無意味どころかマイナスしかない試合、もしかしたら彼は人生最大のチャンスを逃した可能性も、本当に自信があるのなら4団体統一王者からの試合オファーを拒否してノンタイトル戦などやらない、楽な試合を使用試合で新勝などと失望の声も上がっていました。さらに試合後に米スポーツ専門局 FOX スポーツのオーストラリア版で4、6ラウンド目あたりで痛みを感じ、試合の後半でさらに痛みが増したように感じたと明かしたグッドマン選手、それほど長くはかからないだろうと強気に語ったものの、井上戦に向けて回復具合が懸念されるところですね。もっともちょっと雑だったし整理しないといけないことはあると語った当人も、パフォーマンスの向上は自覚済みであるようです。何はともあれ勝利はした。25歳の選手、これで今年5月6日に東京ドームでやろうと意気込んだ井上戦に、グッドマン選手が一歩前進したのは間違いありません。このウォラウト戦を前には彼はこう語っていました。正直言って自分に対する批判的な意見は見てないよ。いちいち反応してたらそういうやつらと同じレベルになるからね。だから気にしない。そして井上選手が WBO 世界同級2位のテレンス・ジョン・ドヘニー選手との対戦が決定的と見られている現況について、井上は僕の食べ残しと戦うみたいだねと不敵な笑みを浮かべ、次のように持論を展開しています。僕が TJ と戦った時には彼を走り回させた。でも俺は勝ったのに全くと言っていいほど評価されなかった。それはドヘニーがすでに年を取っていたからだ。でも彼はまたチャンスを得ている。まあ良いファイターに戻ったんじゃないの。知らないけど、とにかく俺は他人の意見なんて気にしないよ。井上とは年末に会うんだ。加えてグッドマン選手はこの試合前、井上選手の次戦相手をドヘニー選手と予想した上で、井上は間違いなく勝つと思う、ドヘニーが勝つ方法が見当たらないとコメント。グッドマン選手は2023年3月にドヘニーと対戦、 IBF インターコンチネンタル WBO オリエンタルの2つの王座をかけて戦い、グッドマン選手が3対0の判定で勝利しています。実際にドヘニー選手とリング上で拳を交えた経験から、ドヘニーが井上に勝る部分は一つもないと断言し、俺がドヘニーに勝って以来彼がいい勝ち方をしているのは知っているが、井上が簡単にパンチを受けることだけは本当に考えられないとしました。王者井上陣営側のオファー、挑戦者グッドマン陣営が拒否する異例の事態に一時的に波紋が広がったボクシング界。 SNS では逃げたのか、理解に苦しむ、なんで渋ったの
といった反発的なコメントが噴出。グッドマン選手は批判の矢面に立たされていました。なぜグッドマンは頑なに12月開催を譲らなかったのか。一時的ではあったものの、国際的な批判を受けた彼はその訳を説いています。米紙に接しザ・リングの取材に応じたグッドマン選手は、常に予想されていたことではあったんだと断言。今年は活動的にいたかったんだ。だから井上のような選手と戦う前に、世界レベルの選手と戦うのは良いテストになると思ったんだと持論を展開しました。さらに12月開催が有力視される井上戦を、俺にとって究極の目標と強調するグッドマン選手は、今はキャリアで最高の状態にあるし、全てを正しくやれているとも公言。ウォラウト選手の先に見据える目標をいかに重要視してきたかを訴えています。俺たちの計画は12月に彼と戦うことだ。それこそが今年に俺がやってきた全てはそこに向けられている。井上との戦いはいつも頭の片隅にあって、毎日俺の背中を押してくれる。試合までは少し時間があって、俺にはまだやるべきことはたくさんある。それは7月10日に始まる、もう一人乗り越えなければならない相手がいるし、彼を乗り越えたらその12月に全力を注ぐことになる。決して逃げたわけではなく、全てはだと井上を叶えるための施策だと言い張るグッドマン選手。オーストラリアの若武者は、日本が生んだ怪物を虎視眈々と狙い続けているのです。一方、試合前日の計量後のインタビューにおいては、グッドマンをプロモートするノーリミットのジョージ・ローズ CEO が9月にも試合を組む意思があると述べたそう。現地メディアフォックススポーツアストラゼネカによると、ローズ CEO が計量後に行われたインタビューの中で、グッドマン選手が試合感覚にこだわらない考えであると主張。その上で、水曜夜の試合の直後に私の電話が鳴ったら、サムは9月に向けて準備ができていると保証できるとグッドマン選手のコンディションへの自信を口にし、2ヶ月後での試合の可能性を示唆しました。ローズ氏は他にも、だから9月にベルトを失いたいのであれば私たちに電話してほしい、なぜなら格闘技では何が起きてもおかしくないからだ、などとモンスターとの対戦への言葉を並べたのでした。グッドマン陣営の勝手な言動には少し不可解な部分もありますが、難航を極めた井上選手の9月の対戦相手もようやく方向が定まったようです。現地時間7月10日、米スポーツ専門局 ESPN のマイク・コッピンジャー記者は、関係者の情報としてきたる9月に井上 VS ドヘニーが開催されるとすっぱ抜きました。今月13日に WBA から9月25日までに同級1位のムロジョン・アフマダリエフ選手との指名試合を行う要指令を受けた井上陣営。しかし、かねてから準備を進めてきたドヘニー戦を優先した形となりました。コッピンジャー記者の井上選手に対するスクープを受け、複数の米メディアも反応。専門サイトボクシング247はモンスター井上はドヘニーを相手にスーパーバンタム級の4タイトルを防衛するという人気のない選択をしたと指摘。井上は危険なアフマダリエフと戦う代わりに古参と考えられる男との自主防衛を決意した。その理由は簡単にわかる、リスクが少なく戦いやすいからだと皮肉っています。ドヘニーがなんとか一戦級に復帰を果たすために倒した3人のファイターは中堅どころの貧弱な選手だった。その事実を考えると、トップ10に近い位置にいるかどうかも疑問だ。もしそうだとしたら、井上はキャリアを無駄にしているとまで言い切ったのです。 A ボクシング専門ポッドキャスト番組トレーディングレザーの司会者スティーブ・ボックスマン氏も自身の X で、私は井上の大ファンだが、これはゴミだと投稿。さらに、ドヘニーが日本で一定のファン層を築いたことは知っている、だがこの対戦は井上にとって何の利益もない戦いだと両雄の実力差を嘆いているのです。これにフォロワーから、井上がスーパースターとの大一番を避けているわけではないんじゃないか、これは少し不公平だと思うと指摘を受けたボックスマン氏は、私もそれは理解している、でも彼がドヘニーをボコボコにする姿を見る必要があるのかいと返答。さらに、私はいつでも井上の味方でいたい、彼はすでに素晴らしい成果を上げている、だがドヘニー戦はどうだろうと疑問を投げかけました。ボクシング大国でもあるフィリピンの専門サイトフィルボクシングのテオドロ・メディア・レイの速記も、井上が対戦相手から逃げるのはカシメロ戦に続いて2度目だと銘打った記事を掲載。井上選手がバンタム級時代にジョン・ミエル・カシメロ選手との対戦を実現できなかった過去を踏まえ、今回の騒動に対して辛辣な持論を展開しています。無論井上は快適な日本という環境から出たくはないだろう。そして彼を支えるボブ・アラムや日本の関係者たちも、東京ドームを満員にすることができる彼の価値を考慮し、金脈は日本にあると訴えている。これは十分に信憑性があり正当性がある意見ではある。だがボクシングはビジネスばかりではない。
井上がこのタイミングでアフマダリエフと戦うことを嫌い、代わりにアイルランド人のドヘニーとの防衛戦にこだわったことには実は目に見える以上の意味がある。しかし MJ はドヘニーを破っていた。ダニーローマンを倒している。故に井上がドヘニーにこだわる理由が理解できないのだ。さらにレイの速射は、まあ井上が逃げるのは今回が初めてではないと指摘。2020年にカシメロを押しのけ、井上が選んだのはジェイソン・モロニーだったとも訴えたのです。そして9月の試合をスルーされたアフマダリエフ陣営もドヘニー戦を優先した井上選手に怒り心頭です。アフマダリエフ選手をプロモートする A 興行大手マッチングルームボクシングのエディ・ハーン CEO は、まず井上選手と契約するトップランクに対して彼らがドヘニーとの試合を企画し、競争力のあるものとして売り出すことで格闘技ファンを騙していると断言。同社の CEO ボブ・アラム氏が、井上対アフマダリエフが行われる可能性はない。この男は誰だ。誰も聞いたことがない。我々は無名の男と戦うつもりはない。井上は日本にとって非常に大きな存在だと発言したことに対しても、私が一番腹を立てているのは彼が嘘つきだからだ。アフマダリエフなんて聞いたことない、なんて冗談だろと怒り心頭。さらにアフマダリエフは意味のない試合で世界チャンピオンになることに興味を示していない。それにドヘニーには申し訳ないが、彼が強かったのは5年も前だと強調したハーン氏は、ナオヤ井上にとってこの階級で唯一競争力がある相手はアフマダリエフだけだと強い口調で続けています。ボブ・アラム、ミスターホンダ、そして井上にお願いするよ。ミスマッチの意味のない試合なんか提供するな。申し訳ないが、 TJ ドヘニー VS ナオヤ井上はひどいミスマッチだ。正直に言わせてもらうよ。確かにドヘニーは良いファイターではあるし、元世界チャンピオンだが、私たちを騙そうとなんかするな。井上と張り合える相手はアフマダリエフだけだ。指名挑戦者なんだ。試合をしてくれよ。そしてしまいには、戦いをこよなく愛するファンの皆さん、ナオヤ井上が素晴らしいファイターであること、ただ称賛しないでほしい。こんなふざけたマッチメイクを受け入れてはいけない。サム、グッドマンを含めて、他の選手じゃ井上には勝てないよ。ともぶちまけたハーン氏、赤面させて言葉を発する表情からは相当なフラストレーションがにじみ出ていたようです。またハーン氏はインターナショナルボクシングニュースで井上戦について問われた際にも、彼の自由が許される理由がわからないと苛立ちをあらわに、なぜ井上がドヘニーと戦うという自由が許されるのかがわからないよ。その試合がミスマッチだということは誰もがわかっているじゃないか。私は彼がこれまでやってきたことを考えれば簡単にやらせてやれというコメントを見たことがある。なぜそれが意思とされるんだ。さらに人々が、いやいや彼を自由にさせてやろうということは、井上が神のような地位にあることを暗に示しているとも漏らしたのでした。またアフマダリエフ選手本人もボクシングシーンのインタビューで井上選手に辛辣なメッセージを送っています。君は今年のファイターオブザイヤー賞を受賞した。そしてパウンドフォーパウンドの最高の選手の一人とみなされている。なのにこの挑戦を避けるなんて、それはバカれている。続けてアフマダリエフ選手は、王者は指名戦を尊重することが大切であり、自身も3度行ってきたと苦言を呈します。そして井上のドヘニー戦について、この試合は4-5年遅すぎる。井上レベルの選手が5年前にタイトルを失った年老いた男と戦うなんて意味がわからない。私が7戦目で倒した男がドヘニーに勝ったのだから、とドヘニー選手は全盛期を過ぎていると主張。井上選手が WBA 王座を剥奪返上の場合、アフマダリエフ選手は2位の選手と空位のタイトルを争うことになり、彼が勝てば再び王者に、その後井上選手との統一戦もありえますよね。しかしアフマダリエフ選手はこうも語ります。私はスーパーバンタム級がフィットしている。しかしフェザー級に上げて井上を追い続けることもできると、スーパーバンタム級で戦えないのならフェザー級に上げることも辞さないというのです。さらに私にとっての優先事項とは、4団体を統一すること、そして最大の挑戦を行うことだ。井上が最大の挑戦だ。私は最高の選手と戦うために存在しているんだとファイターのプライドをにじませ、あくまで井上選手との対決を熱望したのです。現時点でアフマダリエフ陣営の目論みは崩れ去ってしまいました。彼らは WBA から指示された井上選手との指名試合を現地時間9月21日に A ロンドンのウェンブリースタジアムで実施される一大興行に差し込む狙いを持っていたといいます。サウジアラビアの総合娯楽局議長トゥルキビン・アブドゥル・モーセン・アル・シャイク氏が後ろ盾になっている同イベントは、元世界ヘビー級に団体統一王者アンソニー・ジョシュア選手と IBF ヘビー級新王者ダニエル・デュボア選手をメインとしたもの。アフマダリエフ陣営はそのセミカードに井上選手との試合を差し込む予定だったと複数メディアが報じています。これを受け現地時間7月2日、米専門メディア
ボクシングシンスのインタビューに応じたアフマダリエフ選手のマネージャーを務めるワディム・コルニーロフ氏は、アフマダリエフがそんなに逃げられるようなボクサーだとは知らなかったよと皮肉を口にし、このように続けています。フルトンも無敗の立場を守ろうとアフマダリエフからは逃げていた。あそこ女子はトピュゴアの興行で戦うのが我々にとっては理想的だ。井上 VS アフマダリエフが大きな国際イベントに組み込まれるのはとても興味深いことだからね。本来なら井上はタパレスと戦った後にルイス・ネイではなく MJ と戦うことになっていた。嘘か誠か分かりませんが、焦ったように交渉の舞台裏も赤裸々に明かしたコロニーロフ氏は、今井上は代わりにドヘニーと戦いたいと言っていると強調。そして我々は金のために井上との試合を望んでいるわけじゃない。ただ日本のファンにとって十分でないと感じるのであれば、イギリスやサウジアラビアで試合をすることもできるはずだと異論をぶつけていたのでした。そしてアフマダリエフ選手のトレーナーを務めるジョエル・ティアス氏は、いいかボブ、アラムに MJ が無名だと言われ、試合に意味がないとまで言われるまでは何も問題はなかった、順調だったんだと主張。その上でトップランクの同性を皮肉り、井上選手に対する反発を口にしました。アラムの顧客であるテオフィモ・ロペスが、最近対戦した相手を見てみろ、そいつは私の人生で聞いたこともない男だった、ただ私は彼らがそういう振る舞いをするわけを知っている、なぜなら彼らは恐れているんだ、井上に勝つ唯一のファイターが MJ だと感じているからね。さらにドヘニー戦を優先する井上陣営の姿勢にも、今彼らは MJ と戦う気がないようだ、彼らはタイトルを保持したのがドヘニーとのイージーな試合を戦うつもりだと聞いている、実力は分かりきっている、 MJ はダニエル・ローマンに勝った、そしてそのローマンはドヘニーに勝っている、 MJ は誰であろうと相手を痛めつける、彼はパンチが強く優れた技術もある、アラムたちは井上が MJ と戦うのが厳しいと分かっているから対戦を避けるように逆方向に進むことを決めたんだと苛立ちを募らせました。しかしながら挑発的といえる一連の発言は SNS で波紋を呼びました。 X で拡散されると、ハーン氏とアフマダリエフ陣営に対する反発の声が殺到、その大半が井上陣営の動きを尊重する意見で、じゃあアフマダリエフ VS タパレスの再戦は可能か、井上は君の顧客が負けた相手にあっさりと勝ったぞ、タパレスに負けた時点で失ったんだ、井上は彼とやる必要はない、やらない理由は簡単だ、井上は MJ を倒した男を圧倒したからだというものが目立っています。9月にドヘニー戦が決まれば、今年最後の対戦である12月はグッドマン選手かアフマダリエフ選手かのどちらかになるでしょう。果たしてモンスターへの挑戦権を得るのはどちらなのか、まずは9月の対戦ですが、12月の対戦にも要注目ですね。いかがだったでしょうか。今回は新勝したグッドマン選手が改めて井上選手へ飛ばした対戦表明を中心にお送りしてきました。皆さんはどう感じましたか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。